繁盛での勝利により討伐軍は全ての君主に認められることとなった。ついに英傑たちは一つとなったのだ。順調に歩みを進め、古市城の目前山崎の地に至る。しかしそこで足を止めざるを得なくなった。陣外の敵スサノオ率いる旋回軍の急襲を受けたのである。瞬く間に包囲され追い詰められる討伐軍。しかし幾度も修羅場をくぐり勝ち抜いてきた彼らに動揺はなかった。それよりも気にかかるのはダッキの思惑、その真の狙いだった。瞬く間に包囲されたか。さすがはスサノオ率いる旋回の精兵たちだな。だがそのスサノオ自身がまだ来ていない。勝機は十分あるでしょう。まあそれよりも気になるのはダッキさんの方です。企みを秘めているのは間違いないだろう。夢監視を怠らぬことだ。あっという間に追い詰められちゃった。どうしよう。石の砦を2つ確保してくれるかな。まだ抵抗するなら決定的に壊す。俺と勝負だ。覚悟しろ。まで徹底して追ってくるとはな。スサノオはよっぽどダッキを捕まえたいらしい。それだけではない気がする。スサノオはもっと別の何かを求めている。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。この扉は戦術によって閉ざされているか。うん。我が力をもってしては開かない。進まないし。
南から迂回するしかあるまい。ここは私に食い止めよう。スサノオが望め、ジャッジが来ただけ。なんだろう。そのような物言いをすると事故の推測は立っているのだろう。まあ、幼者の出現に関わる何か、その程度の推測です。ここまで押し上げれば十分でしょう。余剰の兵力は北に回しときますか。おかしいな、なかなか変わらない。僕が叩かないとダメなのか。世界の行く末を見据えておる。今しか知らぬ貴様は控えておれ。力で押しても堅くなに隠すのみならば。ご苦労様。じゃあ私は行くところがあるから、じゃあね。そろそろ
化けの皮が剥がれますかね。もうすぐよ、オロチ様。そこか。見よ、これが我らが守らんとしていたものだ。逃がさぬ。ボリリ、止められるものなどおらぬわ。ダッキー、やはり裏切ったか。別に裏切ってないわよ。太公望さんだって気づいてるんでしょ。あの蛇はオロチ様。制御を失って暴走するオロチ様の力そのもの。だったらオロチ様を復活させるのが一番冴えたやり方よね。いいな、ナレの行動は滅びを早めるのみ。すでに遅かったか。滅びは避けられぬ。世界は滅びを望んでいる。なんとなればオロチが己の滅びを目指してこの世界を作り上げたがいい。オロチが生存していた間はそれでも問題はなかった。キャツにも理性が存在し世界を律しておったゆえな。しかし人がオロチを倒したその時世界の滅びは定めとなったのだ。理性を失った力が緩慢だが確実に広がり世界の意志と結びついた。そしてかの妖者が生まれたのだ。己の滅びを望む妖者は世界を喰らう。あたかも己が王を飲み込む蛇のごとく。脆弱なる人のこの力ではかの妖者を滅ぼすことかなわぬ。これより先の戦いは我に委ねる。なれら人間が手を出すことは許さぬ。妖者の出現を防ぐことはかなわなかったか。いや、そもそもそのような方法はなかったと言うべきだろう。だが絶望することはない。我らのもとには八潮織と酒呑童子があり、
それらを生かす人の力も結集している。各国から資材を集め、ヤシオオリを増産、シカルの地ヨウジャを攻め、これを討滅するのだ。だがそれまではヨウジャの襲撃をしのがねばならない。劉備将軍との連合も必要だろう。私は人の子の強さを知っている。貴公らの力が一つとなった今、打ち倒せぬ敵はない。さあ、新たな未来を紡ぎたまえ。